ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがクールな話題をご紹介。というわけで、本日は、サボテン節言です。さて、皆様ご存知の通り、サボテンの隣に雪ブロックを設置すると、サボテンは破壊されてアイテム化してしまいます。しかし、サボテンの隣に薄い雪を1枚設置しても、サボテンは破壊されませんし、薄い雪を2枚から8枚積み重ねても、サボテンがアイテム化することはありません。ですので、林立するサボテンの隣に、8枚重ねの薄い雪を設置していけば、見た目は平らなのに実はデコボコなサボテン雪原の出来上がり。サボテン雪原、様々な用途にご活用ください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。